名古屋駅で特急列車ひだ号に乗り換えです。割と乗り継ぎの時間ギリギリの便で来てしまったんで、あと 7,8 分ぐらいしかありません。まあ十分ですけどね。まあさすがにね、自由席も今日は空いてると思うんですよね。この間3連休でいっぱいいろんな人が出かけたと思うんですけど、その反動ってもんがあるんじゃないですか。高山本線は長く険しい道のりですが、しかし特急日田号がなるべく早く走れるようにと万全の対策をしています。日田号はかなり快調な速度で山道へ今から分け入るところです。もうそろそろ日田路に入ります。さて、もうそろそろしますと進行方向の右手に日田川が見えてきます。特急日田号はしばらく日田川の美しい渓谷とぴったり沿うようにして走ります。なかなか見えない、その見える瞬間を、ね、皆さんに、ね、お目にかけたいと思うんですけど、ここなんか展望台もありまして、ほらこの素晴らしい景色ですよ。この日田川の景色はどこも素晴らしいんだけど、見え始めたその瞬間のあたりが一番綺麗なんで、気づいた時には一番の素晴らしい区間はもう終わってしまってるんですよね。だから、まあ、一番最初のところを皆さんに見せたんですが、分かりましたかね。そして白川口という名前の駅を過ぎますと、今度は左手に日田川が現れるわけです。もう紅葉の時期はちょっと終わっちゃってますけどね。でもいい景色だ、まあ、紅葉の遅い種類の植物はまだやってるし。この特急日田号は名古屋から日田路を抜けて富山県日本海側までを抜けていく列車です。ただ全部の列車が富山まで行くわけではなく、途中日田周辺で終わってしまうものが数多くあります。今日は日田高山で終わりですが、明日旅館をチェックアウトしたら引き続き特急日田号に乗って、今度は富山まで向かい、そこから新幹線で東京へ帰ってきます。そういう風にして回っていった方が実は安いということもあるし、実際今回はその方が安いんですが、さらに違うルート行き帰りに楽しむこともでき、風光明媚な日田号の魅力を全部味わい尽くすことができるわけです。さて、とりあえずこの辺りで山越えも一段落です。まだまだこの先へ続きますが、しばらくの平地のところにある、今案内されております町がゲロです。古い橋だな。江戸時代から三名泉に数えられる有名な温泉地であります。お客さんもこの駅でたくさん乗り降りします。大旅館が連なって、さすが三名泉の温泉という雰囲気です。さあ、まもなく坂道を登り切りまして、久久野の駅に着きますが、ここで右手大きく日田川が分かれていきます。そしてもう日田川を見ることはありません。これまでたくさん見てきましたけれど、ここで日田川とはお別れです。久久野駅に着きました。ここが高山本線の最高地点です。前方から現れました、これは特急日田号で今度から新しく使われる予定の新型車両。今の車両も十分性能はいいのですが、こちら側の車両はハイブリッド方式になっていまして、随分扱いの方法も違う様子です。強力なエンジンを積んでいます。しかしそれは私の乗っているこの車両も同じ。向こうはさらにモーターも積んでいまして、重量は相当あると思いますが、環境によく、また走行性能はさらに向上しているかもしれません。多分したんじゃないですかね。次が観光の拠点高山駅。このまま高山で降りたいところですが、まあ、ちょっとね、その高山で降りずにもうしばらく先までまだ進みます。この列車の高山の一つ先の終点、平古川を目指します。宮峠を越えてさっき見えていた小川のような川は宮川です。これからどんどん他の川の水と集まりまして、大きな川となり、やはり高山本線と並行していきます。高山の町の中心を流れているのが宮川です。そしてさらに富山の方まで進み、最終的にはさらに大きな川となって、有名な神通川と名前を変えて富山湾に注ぐことになっています。さて、次は終点の日田古川です。日田には2カ所の名所がありまして、1つが高山で、もう1つが日田市古川です。古川はなんかね、いい雰囲気の街らしいんですけども、私は行ったことがありませんので、どんな場所なのか何も知らないんですが、逆に何にも知らない観光地ってのもそれはそれで行くの面白いからね、ブラブラ気ままに行ってみようと思います。名古屋から3時間、日田古川の駅に到着です。いや、遠かったですよ、結構ね。だから私も普通車ずっと乗ってて疲れましたけど、あー疲れたなっていうところでね、この山あいのピリッと冷えたような空気を味わうと、あーこれでじゃあ今から旅に出発だ、またこれはこれでね、リフレッシュできていいもんです。
疲れも悪くないもんだと思います。よく飛騨高山とか言うもんですからね、飛騨と高山ってのはなんか違うのかな。このね、飛騨古川は飛騨市というところなんですよ。でもう今日通り過ぎちゃいましたけど、また後で戻りますが、この高山というところは高山市で別々の町なんですけど、まあ、飛騨という広いエリアの中の一角に高山があるというイメージでいいらしいです。もう僕が大学入ったばっかりの頃ですから4年前ということになっちゃいますが、君の名はって映画流行りましたよね。あれでね、この古川駅が登場しておりまして、こういうシーンがなんかあったんです。なんか確かにありましたよ、僕も覚えてます。僕はすごくいい景色だと思うんですけど、普通の人もこれをいい景色だと思うんですかね、マニアとかじゃなくても。それが不思議だよな。映画に出なければみんなが注目するような景色ではなかったと思うんですけど、ともかく映画をきっかけにこういったものにね、関心を持ってくれる方が増えるんだったら、それが一番ありがたいことですと。見ている私はですね、どこにいるかというと、駅の外の街の跨線橋のところに来てるんですけども、君の名はイメージとして登場している場所、本当なんか映画では2番線に電車が止まるんやよって書いてあって、この左側のですね、こっちのこの線路に列車が入ってるのがなんかその映画のシーンらしいんですけど、完全に映画と同じやつを見ることはなんか難しいそうですね。まあまあまあいいですよ、それは別に僕はそこまでのファンではないのでね。でもすごいファンの方もいるから、そういう方のためにね、この列車を特別になんか動かして映画と同じ風景を再現したりとか、そんなことも前にはあったみたいですよ。すごいよね。ただこの飛騨古川というのは別にアニメ映画の人気で特急が止まるようになったとかそういうわけではなく、元から有名な観光地だそうです。私もね、名前はよく聞くんですけど、どんな場所なのか分かんなかったんでこの度来ましたが、なるほど、いい感じの建物がいっぱい並んでますわ。これ安くないですか、観光地の出す食事の値段とは思えないわ。なんでこんな安いのばっかり出してんの。もうちょっと金取りゃいいのにね。でもやっぱこういう秘境みたいなところに来ると、地元のお客様のみの営業とさせていただきます。そういうところもありますね。まあ僕はね、心配する気持ちもわかるんで、そういうお店があってもいいんじゃないかなと僕は思います。まあ中には気を悪くされる方もいるみたいですけど、まあ一応言っておきますね、さっきの地元の方のみってお店と、それから結構安かったお店は、あれは別のお店でしたよ。ここにもね、こういういろいろあるんですけど、まあそういうところ入るんだったら GoTo トラベルクーポン、これね、これを受け入れているようなところを選んでいけばいいんじゃないですか。まあ、地域交通クーポンを使うかどうかは別として、あれが外に出ていれば外から来るお客さんも受け入れようという考えがあるんだということが分かりますからね。で、何でも古川の名所というのはここらしいです。お駅からほど近いところ、あ、いいとこですね、これいいとこだ。瀬戸川って書いてある小川が流れておりまして、あら、なんかいますね、これもなかなか素敵なところじゃないですか。こんな駅からすぐ近くにあるんだったら1回ぐらい今までで降りてみてもよかったけどな、一度も来たことがなかったもんな。これ渡ってもいいんだろうな。あ、いい感じだ、素敵な街じゃないですか。誰もいないってのがまたいいな。なんで誰もいないんだろう。ついこの間までいた九州は観光客で埋め尽くされてましたけど、やっぱさっき言ったように連休明けだからかな。引っ越し前の絶食期間、引っ越しに向けて現在絶食中です。餌の販売は停止しております。その割には人の姿を見ても餌を寝取ろうとしない、随分よくできた鯉たちですね。大丈夫か、こんな一辺まあ寒くなってきてるからな。これ寒いのかなと思ったんですけど、多分楽なんでしょうね。あそこに石があって水が来ないから、あまり力をかけなくてもね、ずっとあそこにいとけばとりあえず楽だと。他のところはもう一生懸命頑張らないと水の流れにこうどんどん押し流されてしまうわけですよ。あんな遠くまで連れて行かれちゃってめんどくさいなぁと思ってまた戻ってきているようです。道から一本脇にそれると酒蔵みたいなのがいっぱいあって、風からね、日本酒の香りがプーンと漂ってきますよ。特急にずっと乗ってるとお腹が減ってるのかいっぱいなのか分かんなくなってくるんですけれど、街歩きをしていてどうも空腹だったらしいことに気づきました。これ結構ね、旅行はあるあるだと思うんですが、まあこの高山の名物はそばらしいんですけどね、そういうの食べてもいいんですけど、たまにはちょっと変わり種行こうかなと思ったらね、変わり種があるんですよ。これ旬の薬草ランチプレート、薬草、たまには草でも食べるか、美味しそうですよね。撮影もすんなりお許しいただけて誠にありがたいんですけども、これですね、お茶がね、もう早速なんか色が違うんですよ。多分味も違うと思いますわ。ハーブティーだ、これは多分薬草ハーブティーでしょうね。
今それ調べてですね、そんなにいっぱい草が生えてるのか見たら、この飛騨薬草で調べたんですけど、薬草ビレッジ構想推進プロジェクトなるものが立ち上げられているそうでして、飛騨の野山は薬箱245種類以上もの薬草が自生しだそうですね。でなんかパートナー団体でね、薬草で飛騨を元気にする会とか、なんかこういろいろあるんですよね。確かにそういう活動が活発なところなんだな。で出していただきました薬草プレート、これでね1000円しないんですよ。結構いいですよねこれ。僕草ばっかり食べることになるのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなかった。このハンバーグの生地の中に、メナモン、なんかね血液をサラサラにするやつが入ってるとか、これもなんかこのタレの中にそういうのがたっぷり使われてるそうです。でこれもなんか高血圧に、効果のあるやつを使ってこう炒めたとかですね。薬草スープが自慢らしいんですが、どんな味がするのかな。あ、普通に深みがあって美味しいですよ。独特の風味もあるけどね。このハンバーグも分かりますかね、赤の中に入れると目立つと思うんですけど、ちょっとうっすら緑色してるような気がするんだよな。それこのキノコのソテーも香水みたいな味するんですよ。これは独特の食べ物だ。このハンバーグの方はもういろんなものが入っていて、野菜のハンバーグという感じですよね。それここはまあ相当古い建物なんだろうなと思いながら入ったわけですけども、どれぐらいですかってお聞きしたらですね、まあ、大体150年ぐらいだと聞いていまして、そんなことを教えていただきまして、まあ、江戸時代にギリギリなるかならないかぐらいの建物なわけですね。やっぱり飛騨高山は自然が美しいところですが、江戸時代の中頃に幕府から直轄地、いわゆる天領というのに指定されまして、それでまたもっと栄えたんじゃないですかね。歴史の街でもあるわけです。古川の駅に戻ってきました。もうちょっといようかなと思ったんですが、ちょうど列車が来るそうです。自動券売機があるな。発車2分前に駅に着いてすぐに切符を買って乗ることができました。ここに新しい特急飛騨号用の車両も今試運転の最中ですね。近く飛騨の車両は新しくなる予定です。いい車両ですが、もう30年も使っています。新しい車両はハイブリッドで、さっきも走っているのを見ましたが、さっきはねエンジンの音がしたんですよ。今は電車の音がしましたね。ウィーンと走ってった トヨタプリウスみたいな、そんな感じです。さてこれで向かいますのは高山駅です。まあ、さっき1階に実は通り過ぎたところへ戻っています。こういった地方では列車の本数が少ないので、特急列車が地域の移動に使われるということが結構あります。平古川から高山までは10分程度で着いてしまう短い距離です。普通こんな短い距離で特急には乗らないから、特急料金だけ払ってもったいないような気がするんですけども、あと短い距離はですね、短い分だけの安い料金を取ってくれるように特別な制度が定められていまして、お客さんにはこれは優しいことです。だからさっきも高山駅のところで地元の高校生が特急飛騨号に乗ったり、飛騨号から降りてきたりしている光景を見ることができました。この特急飛騨号に使われている車両はワイドビューというあだ名がついていまして、大きな窓に快適な座席、高いところからの眺め、そして高い運動性能、素早く走っていってしまって3拍子いや4拍子揃った素晴らしい車両です。何も考えずブラブラと歩いておりましたら着きました。ここが高山のシンボル、高山陣屋というところです。前最長往復切符の時に来ましたけど、あの時はもう金がなさすぎて何にもできなかったですからね。まともに見るのは今度が初めてですが、江戸時代幕府直轄のところには、まあ、県庁みたいな感じで代官所が置かれたわけですけど、この高山以外にも他にも例えば日田とかそういう直轄地はいっぱいあったんですが、まあ、全部壊されてしまって今ではここだけが残っているそうです。僕が思うにね、この高山陣屋のすごいところってのは、まあ、さっき説明書きがあってそれで知ったんですけど、江戸時代のこういう役所がそのまま残ってるっていうのもそれはそれですごいと思うんですが、これ昭和44年までね、なんか岐阜県の普通に県庁じゃないですけど、その県の出先機関としてなんか使ってたらしいんですよね。普通にそれを江戸時代からのずっと名残で、今はもうこのような観光の場所になりましたけどね。いや、つい50年ぐらい前までこれ普通に役所として使ってたっていうのがすごいわ。そこに広場みたいなのあるじゃないですか。そこにね、なんか車が入ってきて、それで自転車とかも止めて、普通に役場として使ってたらしいですよ。結構適当に練り歩いてるんですけど、
予想以上にでかいですね。こんなにいろいろあるんだな。歩いても歩いてもなかなか終わらない。二条城みたいな感じですよ。大きいのはどうも役人の住む官舎を併設していたからみたいですけど、今のところなんか女中さんの住むところで、こっちは台所だ。で、そして今日の泊まるところに来ましたよ。ここです。今回の動画はね、ここと共同企画といいますか、ここご協力をいただいて作らせていただいてるんですけども、本陣平野や花鳥庵、花鳥庵とこれがね、まあ、本館にあたる建物なんですけれども、こちらとそれから向こうに別館もありまして、別館もなかなかねいいところだと聞いていますが、今回は本館の、まあ、割とっていうかすごくいいところに泊まる予定です。入り口にすごくいい車が止まっているのが気になります。実はね、なんか送迎があるらしいんですけども、普通に駅に時間言えば迎えに来てくれたらしいんですけれども、まあ、今回私は歩くのが好きなんで自分で歩いてきちゃったんですが、これは飛騨ナンバーだからな。飛騨ナンバーってことは多分この旅館の車で、送迎がこれになるってこと？いや、まさかね、あれはただの飾りで乗れないんですなんてことないでしょう。ちなみに車でここに来られた場合はここへ車を止めて、でその後はですね、宿の方が駐車場に車を回してくれるんだそうですよ。ニコニコしてやってください。じゃあすいません、お世話になります。お待ちしておりました。よろしくお願いいたします。僕実はね、一回ここ来たことあるんですけど、すごいんですよ。今チェックイン終わったんですけど、これ3階着くじゃないですか。はい、すいません、よろしくお願いいたします。では本日お部屋はこちらの358号室でございます。はい、扉はオートロック式でございまして、はい、失礼いたします。矢印方向いっぱいに鍵をお回しいただき、手を離さないでお部屋の方へお押しくださいませ。わかりました。失礼いたします。はい、すいません。ああ、いいですね。前向きで、はい、はい、じゃあ、はい、遠慮なく前向きで、はい、失礼いたします。では、はい、ではまずこちらでございます。はい、すいません。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。鍵はこちらにお受けいたします。はい、はい、すいません。消費量ですね。一人で使うの普通もったいないんですけど、これが、部屋のクラスで言いますと、ジュニアスイート、まあ、スイートってのはリビングルームとベッドルームとか分かれてて、まあ、他にも必要なものがいろいろついてみたいな感じなんですが、でこの部屋がですね、これがまず和室ですけど、まあ、要するにここはリビングルームなわけですよ。こんだけでかいんですけど、で向こうにまたベッドルームがあります。それはまたご覧に入ります。で、ジュニアスイートにもこの旅館何種類かありまして、ここはなんか緑色の植物系のデザインで女性なんか人気があるらしい浅野花の間というところなんですが、他にもですね、なんかいろいろいろんなタイプの光の間みたいな感じの部屋とか、ね、まあ、あるそうです。今ね、ちょっとさっきの方が僕へ行かれまして、お菓子を持ってきていただくところです。お菓子、まあ、大体に部屋にこうされてバッと置いたんですけど、まあ、ここは部屋の様子とか説明していただいて、まあ、それからここにですね、バインダーに挟まった紙があるんですけど、お伺いしろ、現在の体調について、で朝食はまた和食と洋食と選べる、多分ね、海外の方とかいるから、洋食も食べたいって人がいるんだと思うんですよ。飛騨高山地区の人気のところなんで。まあ僕は今回は和食でいいかなと思います。和食の方は卵料理や温泉卵とかカニの茶碗蒸しどちらか、まあなんかカニの茶碗蒸しの方がコスパいいんじゃないかって気がするんですけど、このカニ茶碗蒸しに並ぶ温泉卵も気になるので温泉卵にしようかな、とかですね。すごいなこれ。あとなんかこんなね、お好みの朝刊なんていう欄もありますよ。すごくないですかこれ。これベッドか布団か選べるみたいなんですけど、まあベッドの方でいいかな。なんかここにわざわざ来てね、ベッドを向こうに立派にセットしたんで、わざわざここで布団敷かせるのもあるんですもんね。いや、明日帰るのは JR です。乗車時間の30分前にお送りします。あ、そうなんだ。だから何時の日だで帰るかって確認した方がいいかな。見てください、そしてこちらお部屋からですね、高山陣屋も見えますよ。結構大きい施設なんですよね。改めまして、本日はようこそお越しくださいまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。私、案内係の板谷と申します。ご予約の際は係が変わりまして小口がいたしますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。またマスクのまま失礼いたします。はい、とんでもないです。よろしくお願いします。では、お茶菓子をお持ちいたします。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。こちらのお席でありがとうございます。お茶菓子、真ん中のお菓子が、味噌せんべいでございまして、はい、当館の姉妹店の船坂酒造と申します。坂
がございます、はい、そちらで作っている、大吟醸四つ星の酒粕が入ったせんべいと、あともう一品は真っ黒いおまんじゅう当館オリジナルの原源でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当はね、おまんじゅうをもらえるらしいんですけど、僕のアレルギーの関係でいただきましたこれですね、酒粕入りのおせんべいですが、まあ、この辺りで作ってるあのお酒なんだそうです。もうすぐこの近くですね、日出し古川、もうまさに古川のやつじゃないですか。だから僕がさっき歩いてきたところとかなのかもしれないな。おお、開けるとね、めちゃくちゃお酒の香りしますわ。すごいっすね、このぐらい白いのがついてるんですけどね。そうで、ちなみにあのこれお酒はあの古川であの作ってるやつでして、で味噌もね多分この辺りのやつなんじゃないかな。飛騨といえばあの名物味噌ですからね。あ、やっぱそうだ、この地元のやつらしいことが書いてありますわ。おー、すごいお酒の香りだ。まさにさっきあの道を歩いていた時の、その街の景色までも脳裏の、まあ、具体的に言うとこの辺ぐらいに蘇りますね。あ、お茶もうまいわ。どんどん食おう。これは危ないわ。パクッと食べようと思ったら金箔で、何かこれはウサギさんかな。いや、たまたまそう見えるだけかもしれないけど、ね、こんなのついてる。中がこれなんですね。これこういうのかっこいいですよね。外側は地味なんだけど、中を開けたら超キラッとして、甘くて美味しい栗のまんじゅう、秋の味覚ですね。それでまた後で細かく紹介いたしますけども、こちらがベッドルームですね。ベッドルームはこれで、こっちがさっきのリビングルームですよ。あのこのリュックサック小さーって思うんです、この画面の中に。僕のリュックサック結構大きいの知ってる方が多いと思うんですけど、これがああいう風に映ってるのが分かるように、あの部屋がこれだけ大きいということです。集会所みたいですからね。これは一応2人用ってことなんですけど、5人ぐらい寝られそうだな。縦横どっちの向きに使ってもいけそうだな。それからこれです、専用のお風呂があるんですよ。さて、それではこういう和風ソファーに座って YouTube を見るなどしてですね、大変有意義な時間を過ごしたんですけども、なんでわざわざ高いままで来て YouTube 見てんだとか思うんですけど、夕方のうちに街歩きもしてくればよかったんじゃないかって気がするんですけど、まあまあまあ、明日の朝のね、お楽しみということでして、6時で、あ、ちょっと過ぎちゃってるわ。夕飯の時間ですよね。夕飯はね、飛騨牛です。飛騨牛知ってます？あ、お部屋食の方もおられるんだね。僕はあの料亭というところに案内されてるんですけども、あ、クリスマス仕様になってるわ。この建物はですね、まあ、ぐるっとドーナツみたいな形をしておりまして、真ん中が吹き抜けなわけですが、これ今その吹き抜けの部分をご覧に入れています。すごいですね、この縦長のね、なんかオブジェみたいなのがあって、この遥か下の方ですよ、見るとね、なんかこうポタ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 とこう水が出る、こんなものがあってですね、下のこれは見た感じ、生け花とかではなく本当に植わってるんでしょうかね。まあ、これね、一番下のところが1階でして、夕飯の会場はこの一つ上のこの2階なんですけども、会場つってもなんかそのいわゆる夕飯会場とはまるで違う。さっき言ったように料亭と書いてるわけですが、これですね、料亭あけぼの、こういうとこですよ。すごいですよね、料亭じゃないか普通に。まあ料亭なんですけど、ここはなんか外観からは想像できないぐらいに中がなんかすごいんですよね。なんでこんな普通そうな外観してるんだってね、とても思うんですけど、外観もっとなんか派手にすればいいんだけど、逆になんかそうもこだわりがあるのかもね。そしてこういうところで通していただくわけなんですけども、中央にある松葉なんですが、はい、そうめんでできておりますので、そうめんですね、はい、そのまま召し上がっていただけます。はい、わかりました。お寿司の上に生姜が乗せてありますが、はい、こちらはあの手前ども調理場の手作りのものですので、 お醤油は使わないで、生姜とともにどうぞ召し上がってください。わかりました。そしてここにですね、おかみさんがお作りになった手書きの今日のお献立があるわけですけども、今はテーブルの上に一の膳が来ていまして、いっぱいありますよ。まずこれですね、これ食前酒、それからこれが吹き寄せ盛りと書いてありますけど、今日まだギリギリ11月30日、いよいよ明日12月ですが、このまだ秋ということで、秋をイメージしたですねプレートと、
これもそうですね、イチョウの器、これ秋になる、秋の時期しか使わないんでしょうね。すごいな、旅館季節のね、こう感じさせるサービスですよ。撮影ありますんでね、火は自分でさせていただきました。もういいかな、つけちゃっていいな、よし行きましょう。これでも、あ、だから火つけたままやるんじゃない、入れてからつけますよね、普通は。旅館はこれがなければ始まりません。固形燃料、旅館名物だ。食前酒はさっきのぶどう酒、あ、すごい、なんかめちゃめちゃ美味しいぶどうジュースのお酒って感じだ。順番通りに行こうと思います。まずは先付け秋色ナマス、これです。このクリーミーなペーストみたいなやつをですね、こう崩して和えていただくそうです。土瓶蒸しに火を入れてしまったんでね、どんどん食べましょう。うん、ああいいね、キノコ、僕キノコ好きなやつ知ってます？どうでもいいか、そんな話。視聴者の皆さんまだ動画ご覧にいてないと思うんですけど、東海道53次の自転車の旅が今年の秋の思い出ですね。もう何年も前のことのように感じるけど、つい1ヶ月半前のことです。信じられんな。これ、まあ、また変な木の実みたいなのがあるなと思う。これよく見るとケシの実を表面にまぶしてるんですが、これね、どんぐりをイメージした、うずらの卵かな、確かそうだったのは。そうですね、うずらだ。めちゃくちゃなんか複雑な味付けがしちゃうな。だから松の葉っぱ、どう見ても松なんですけど、そうめんスナックみたいな味になってる。これがもう湯気を出してですね、まあ早くもう取れよというふうに音を出してますんで、そろそろちょっと取っとかないとな。土瓶蒸しっていうのは何が入ってるかっていうのが重要なんですけど、おお、グツグツしてる中になんかいろいろ入ってんな。魚となんかカニの練り物、カニだな、カニと、貝類と、あとはなんかでかい椎茸みたいなキノコ入ってますね。それ今回の動画もですね、一応本陣平野屋さんの、まあ、宣伝っちゃ宣伝だと思うんですけど、でもね、ここ宣伝するまでもないぐらい、なんかめちゃめちゃ予約埋まってますんで、まあ、皆さん、もうこれ僕からの個人的なメッセージですが、予約されるんだったらもう早い方がいいと思います。それ一応言っておきます、情報として。あぶね、忘れてた、これね、すだちがあるんですよ。でこれ美味しすぎるから絞るの忘れるんですけど、これを多分こういうことだと思うんです。これを入れてね、味の違いを楽しむのもいいと。おお、全然違う味がする。一ノ膳を全部食べ終わりまして、次はこっち二ノ膳です。二ノ膳がね、一番デラックス。今ね、持ってきてもらいました。次に届いたのがこちらです。これね、お刺身とそれから肉ですが、先ほどちらっと言いました飛騨牛です。そして飛騨牛というのはね、人生で今のところ1回だけ食べたことがありまして、前にここへ来た時にね、ここで飛騨牛を食べたんですけども、まあ、うちのチャンネルに映像として出てくるのは多分これが最初。もう昔の最長福切符の時代知ってる人はね、もう金が僕昔なくてなくてしょうがなくてね、で最初高山に来た時にもう何にも食べられなくて、なんか牛乳だけ飲んで帰ってたんですよ。で街の至る所でね、もうめっちゃ高い飛騨牛食え食え食え飛騨牛みたいな書いてあって、もうそんな食えんなら食うわと思って、すごいなんか辛い思いをして飛騨の、高山の街は去ったんですが、今日はもうこのように食えます。なんならここに別注料理っていうのもありまして、飛騨牛炙り寿司、さっぱり海苔巻き、白エビ天ぷら、この炙り寿司1貫450円、普通に回転寿司で出てくる2貫乗ってる1皿でもし頼むとすると900円ぐらいね、食っちゃおうかな。でその別注料理は持ってきてもらえることになったんですが、どうしよっかな、先に冷たいものから食べるか。でこれになんか塩昆布なんですけど、この塩昆布を乗っけて醤油はつけずにこのまま食べるということなんですが、これがね、食べてみるとね、めちゃめちゃ合うんですよね、美味しい。飛騨はわさびも美味しいんですよね。これをここに置いて、これが、あ、美味しそうないいわさびじゃないですか。なんかいつもね、美味しいわさびのあるところに行くと同じ話してる気がするんだけど、まずいわさびはまずいんですよね。美味しいわさびは美味しいんですけど、もう基本わさびはつけないんだけど、こういうところはね、使います。わさびだけ食べたいぐらいの美味しいわさび。お刺身全部食べ終わったところで飛騨牛の握りが届きました。ちょっとここに乗せちゃおうか。1貫450円。僕前神戸で1貫500円のやつ食べましたけど、神戸牛握り、あれよりうまそうだな。上に塩がかかってて、このままお召し上がりくださいと思うんです。
美味しいね。もうわさびもいい具合に効いてるね。美味しいね。もう一個食ってる間にまだ時間かかりますからね。これ多分温まるまで待った方がいいと思うんですよ。温めたらじゃあこれを焼きましょう。飛騨牛が食えないで泣いてたのはつい3年半ぐらい前のことですから、そんなに昔のことじゃないですよ。あの時の自分に食わしてやりたいですね。今自分で食べるのもいいけど、あの最強切符の旅とかもね、そうなんですけど、お金ない時にね、いろんな人が僕にお金くれたりとかして手伝ってくれたんですけど、君が大人になったらいろんな他の周り の子供たちとかにまた奢ってやるんだぞって言われて、あんまりそういうことまだやってないですけど、やる機会がないんですけど、積極的にしていきたいなと思いますね。これを食べる前にですね、皆さんにこの一応肉の種類とか、ね、あの説明を受けたんでお伝えしておこうと思います。このね、右手のこれが、なんて言ったら、市場っていうのが多分そうだと思うんですけど、なんかこの足の付け根のこの部分らしいですよ。牛もあの哺乳類だからね、一応あれ根本的に出るで、多分このトモ三角っていうやつがなんか尻尾とかお尻の、まあ、大体なんかこの辺の部分の肉らしいです。多分どっちもそんなに多くはないじゃないですか。この辺とか体の一部なんで、だから結構貴重な肉ということになるかと思いますけども、当時です。これどっちからいいかな、脂っぽいものから食べた方がいいかな。取ってこれでザブリとつける。でつけてからこのでつけりゃいいだろう、焼くと。もう一個あんまり油がなさそうなやつも焼いとこう。で焼けたら取ってお好みのやつにつけて食べるわけですけど、右手がポン酢、真ん中がわさび味噌で、左がね、ヒマラヤの岩塩らしいんですけども、なんかこの岩塩が相当変わった味がするんですよ。なんかね、温泉の味がするよし、もう良いであろう。とりあえず両方ポン酢につけよう。こんぐらいあっても全然問題ないでしょ。多分柔らかいね。この柔らかさは何みたいな。おーすごい、ジューシーだ。中からなんかポン酢、肉の味のするポン酢が染み出してくる。美味しい。こっちはその多分お尻の部分だと思うんですけど、どんな味なのかな。この柔らかさいくら美味しくてもいっぱい食べてるとだんだん飽きてきますからね。いろんな味があるってのはありがたいですよ。でもあと1個しかないな。満足して食べきりました。次はね、焼き物はお魚だな。アコウダイ、この赤ウゴって書くやつか、それか松茸が出るのか、また炊き合わせ。それがこちらでございます。こちらにイチョウに見立てた卵と、それがこの黒いの、これはねキノコだそうです。こんなキノコがあるんですね。石炭にしか見えないけどな。キノコだ。でも結構美味しい。飲み物もいろいろさっきから頼んでるんですけど、ソフトドリンクのところでリンゴジュースとオレンジジュースがあって、なんでリンゴジュースはひらがなでオレンジジュースはカタカナなんだと思って頼んだのはこれなんですが、これ美味しいですね。多分なんか特殊なリンゴジュースね。なんか明日の朝ごはんもね、また出してくれるらしいですよ。懐石料理といえば最後はご飯です。もうここの素晴らしいのはね、食べ過ぎなくていいってことなんですよ。なんかすごい量出てくる旅館とかあると思うんですけど、ここは多分意識されてるんじゃないかと思うんですが、適当な量が出てくるんですよ。ぴったりの量が出てくる、まあ、僕にとってこれぐらいがぴったりかなって感じで、普通の人には若干多いかもしれないですけど、でもあの食べきれないほど出るってわけじゃないんですよ。これ新米のご飯です。新米って言われてるんですけど、ちょっと今手元に、ね、このスマートフォンがないんで確認できないんですが、確か新米ってのは11月の中旬かなんかから初めてあの定義してですね、新米となるやつだったと思いますので、本当要するに取れたてお米ということになるんじゃないですかね。ちょっとすいません、普通はお茶碗持って食べるんですけどカメラ持ってるんでね。おお、食べ応えがあるな。これは赤と白両方、混ぜてるんですね。そういうことですよね、多分そうでしょう。へえ、岡崎より西だから全部赤味噌なのかなと思ったんですけど、一方で山を越えれば長野ですもんね。長野は白いですよね。よし、まあ、このようなわけで満足するお食事を
させていただきました。あのね、出てくる店舗がねすごくいいんですよ。これ欲しいって言うとすぐ持ってきてもらえる。この呼び出し式のやつめちゃくちゃいいですよ。大体美味しい食事とか言ってね、次の料理が出てくるの待ったりとかするんですけど、それがなかったのが結構良かったな。もうなんか待つ食事ってあんま好きじゃないですよね。よし、ごちそうさまでした。夕飯の時間になるとね、すぐここのところで待機していただいてね、エレベーターが開いた瞬間、あ、いらっしゃいませみたいに声をかけて、いらっしゃいませだったかな。これ、両手あけぼの、これですね。係がお席へご案内します。少々お待ちください。一応書いてあるんですけども、多分待つことはね、ほぼないんじゃないですかね。まあ、みんなマスクしてるようなお客さんばっかりですけどね。ここにもマスクが。もうすっかりクリスマスの飾りだな。2020年も終わりか。クリスマスってなんかちょっと寂しいですね。片線ドリフとか。2020年が終わらなきゃね、クリスマスって最高のイベントだと思うんですけど、僕好きなんですよ。一旦部屋に帰ろう。携帯電話とか持ってかなかったね。今何時なのかよくわかんないんですけど、よし、とりあえず、おお、いいな。もうなんか全てが整ってる感じです。中学の、あ、小学校と中学校ですね、仲のいい友達がいたんですけど、まあ、今振り返ってみると多分めちゃめちゃお金持ちのお家だったんだろうなと思う友達がいるんですが、すごいいい子なんですけどね。これ、あら、僕が間違えてるのかな。あ、待つ待つ。その友達の家にね、遊びに来たのと同じ感じだな。あ、まあそれはそうだろうなと思ったんです。これ多分、布団敷いてくださいってさっきお願いすることもできたんです。そうするとね、ここに布団敷いてもらえるんですけど、僕はベッドでお願いしますということだったんで、まあないんですが、さっきあった、このお茶。お茶をあれですね、回収していただいてますね。で、部屋のものも僕がなんか動かしたもの以外は、もしくは僕がこういう風に設置したもの以外は多分元通りの状態になってまして、僕がさっき開けっぱなしにしてたこの扉とかもね、戻してくれてるみたいな。でも僕がぐちゃっと置いてったらやっぱりこれら辺はこういう風に元通りなんですね。元通りというか僕が置いてったまんまにしてくれてますね。巨大テレビなんですよ、これ見るか。今時刻はね、これ7時50分か。結構かかったな。ずっとノンストップでご飯食べてたつもりなんですけど、やっぱなんだかんだ時間かかんだな。つかない。これリモコンもコロナ対策でこんな風に服を着てるわ。じゃあお風呂に入ろうかな。ご飯食べてちょっとしばらくねゆっくりしてましたんで、お腹もある程度はいいでしょうね。これこれこれですよ。これこれがここのお風呂ですが、いいよね。綺麗だわ。まず第一に大理石の作り、壁もタイルですが黒ずみとかないですもんね。すごいね。これは一人で入るわけですけども、入ろうと思えば3人ぐらいで入れそうな大きな、湯船とですね、それからこの障子なんですが、この扉の奥のところに明かりが入っているというこの凝りようです。天井を見上げてもこの作りもすごいし、またこれですね、わかりますか、テレビがここについてて、ここにリモコンも置いてあるんですけども、これピッてやればつくわけなんですが、ここね、今気づいたんですけど、ここにテレビがあって、まあ、ここがまた脱衣所とかいろいろあるじゃないですか。で、また、こっちもテレビあるじゃないですか。で、これは多分、寝ながら見られるみたいな感じのテレビなんですよ。で、このままこのテレビ出てって、さらに、こっち。これもまたテレビあるんですよ。テレビ3個あるんですよね、この部屋に。じゃあ、とりあえず、これを、設置して。全日空のビジネスクラスかなんか乗るとね、これくれるんですよ。そのイメージしかないんですけど、他はなんだ、男性用フォーメンって書いてあるな。あ、こっちが男性用でこっちが女性用ってことかな。じゃあ入るか。言ってませんでしたけど温泉ですからね。あ、いいなぁ。ただ匂いとかそんなにしないと思う。なんかちょっとすんな。すごくいい湯でね、僕好みでね、湯船も大きいんで体が広げて大の字になって使いたいところなんですけども、このように小さくなっております。これなぜかと言いますと、なんかね、うちの会社のスタッフの人が言ってたんですけど、 YouTube の動画で、肌色のなんか面積がすごい大きいシーンがなんかあると、
その要するに肌の露出でなんか人の目を引こうとしてんだろお前みたいな感じでなんか広告がつかなくなったりとかするらしいんですよ。それもたまったもんじゃないんで、なるべく肌色の面積を小さくしようと思ってこのように縮こまってるわけです。ボタンピッと押したら、そしたら自分で伸び伸び入ろう。よいしょ。他に映ったらいけない箇所もありますね。それ映したらちょっと大変なことなんで、それこそ広告剥がされちゃうから。ちなみにですね、ここにスイッチあるんですけども、このスイッチを押しますとこのような機能もあります。おい、あれ、あ、できたできた、おおおお、あ、これはね、ちょっとここに、ね、吸い込み口があったの、僕が勢いよく吸い込む、そんな危険じゃないですけど、ちょっとびっくりしただけです。おお、これは足の裏をここに当ててマッサージができるわけですよ。あ、いいですね。僕の体がなんか軽すぎるのか知らないけど、体が回転してしまうな。まさに本腰を入れて今みっちりやった。おお、これさすがに隣の部屋に聞こえるかもしれないな。おお、こんぐらいにしておきましょう。あ、いいな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 、ちょっとくすぐったいな僕なんかマッサージとかされてもくすぐったくなっちゃうんですね。このジェットバスのせいではないと思います。おお、何も考えずに足に10分ぐらい当ててたら、なんか足がまるで自分の体の一部じゃないみたいに軽くなった。風呂上がって、まあ、今夜の10時くらいです。寝ようかなと思ったんですが、まあ、寝て明日起きたら当たり前ですけど朝になるわけじゃないですか。そうするとまあ夜は終わるわけで、一泊二日の行程ですからね。もうそうすると高山の夜を見て回る時間はないわけですよ。それはちょっとなんか寂しいな。せっかくね、夜は泊まった人しか楽しめない静かさを味わうことができる時間なんですから、行こうと思ってですね、こんなんあるんですよ。これ僕が持ってきた上着じゃないですよ。僕の上着より明らかにいいやつなんですけど、これ多分なんか こういう和服のこういうやつの上に着ればいいんだと思うんですけど、こういう感じなんかコートがあるんですよ。これ初めて見ましたけどね、超あったかそうでしょ。これを着て寒い中も楽々というわけで、ね、ちょっとね、高山の名所まだ行ってませんから、昔の古い街並みのところへね、ちょっと行ってみようと思うんですよ。夜の10時ならまあまだ出かけるのも非常識な時間じゃないでしょう。まあ、静かにしますけどね、寝てらっしゃる方がいるかもしれない。一回夜この時間になると売店も閉まって静かですが、この水の滴る仕掛けはずっとありますからね、すごいよね。たまに下にポタッポタッとこう落ちる、ジャバジャバ行くわけじゃないジャパニーズスタイルの噴水って感じですね。さっき入ってきた玄関があそこです。であそこから入ってきて、ここで靴を脱ぐと自然に靴はですね、係の方がしまってくれるということになってまして、ここへ上がってそれでこのスリッパで館内を移動していくということになるわけです。体の不自由な方は車椅子も乗れるようになってるわけですけど、相当豪華ですね。寒いっすよって言われてね、あ、そんなに寒いのかと思って、このセンチュリーのやつやっぱり送迎用らしいんですけど、まあでも大丈夫だ、寒くないが風呂上がりだからですかね。でも上がって1時間経ってるんで、やっぱこれが結構あったかいいいものをくれたってことだな。いや懐かしいな、昔ここの道ね、金ない金ないって言いながら歩きましたよ。それがまあ別に僕仕事で乗るわけじゃなくて、駅までの送迎で乗せていただくっていうだけなんですけど、これで送ってもらえるなんてね。まあただ実際ね、高山に来て贅沢な、非日常なことをやって帰りたいっていう方にも絶対この旅館がいいと思いますわ。こういう和装でのお出かけには草履を用意してくれてまして、勝手に自分で履いて出て行ってもいいようです。今日は、まあ、なんかほぼ満月ですね。いい時に来たな、またこれは。へえ、この雲の様子も素晴らしいわ。さて前方に赤い橋が見えてきましたが、この下を流れております川が宮川です。さっき特急飛騨号で何度か眺めた川です。富山湾まで明日ずっと一緒に旅をすることになります。ちょっと暗いですけれどね、水の白くこう立っているところから見て画面の奥方向に流れているということは感じていただけるでしょう。この川を渡ると古い町並みエリアに入ります。ちょうど車が来てくれました。いい眺めですね、ライトが照らされてね、素敵なところでしょう。夜の10時、他に観光客はいません。わかるかな、この道のこの情緒。
いいですよね、とても。僕正直高山ってのがどういう場所なのかとかよく調べないでね来てしまったんですけども、前に来た時一体何を見て帰ったんだっていうぐらいね、こんなにいいとこだったんですね。日本のこの手の古い町並み巡りができる観光地ってのは、まあ宿場町系統とかでいろいろあるんですが、高山は宿場町ではないけれど、なんか他の宿場的観光地と比べても一線を画してますよね。それは特急飛騨号に乗って大勢の外国人がここを目指して喜んでくるわけだと思います。ただここは一般の方がお住まいになっているお宅とかも中にはあると思いますので、ここは観光街ですけど、あんまりでかい声で大きな声出しながら歩いていかない方がいいな。残っているのは明治時代ぐらいからの建物が多いそうなんですが、これは裸電球ですね。 LED 化されてますけど、こういう明治だけじゃなくて昭和ぐらいのねレトロさも残してくれてるってのがいいな。水の流れる音と自分の草履の音だけが聞こえて、人の動きが他に何にもない。夜に来てよかったな。多分明日になればまた朝から大勢の観光客で賑わうんでしょうね。あと2時間で師走ですね。火の用心やってますよ、冬ですね。僕はね、夜景モードが便利なあの携帯電話を持っておりまして、この携帯電話で撮った写真もぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。このビデオカメラで皆さんにご覧に入れている映像よりも携帯電話で撮影した映像の方が実物に近く、どうですか、この写真を見てね、高山に行きたいな、そういうふうに思ってくれる方が、まあ、絶対多いだろうなと思いながら、私もここを撮って回っているところです。実はね、目的地が今回の散歩にはありました、セブンイレブンです。こんな和のテイストになってますけど、動画編集用のイヤホンがなくなっちゃったんで買いに来たんでした。セブンイレブン売ってたらね、こんなんありました。これちょっと遠いけどね、コンビニの人に見つかる前にやめとこうと思います。あ、でも宿の人に言われたほどには寒くないですね。こんな感じですけどね。帰り道に水面が白く光ってるんですけど、あれ、この辺は全部ムードのあるオレンジ色の照明で、白い照明なんてね、あそこのアルファ1ぐらいしかないぞと思ったらですね、上の月でしたね。今日は見てください、これですよ、このかなりの満月です。ほぼ満月なんじゃないですかこれ。味気のない蛍光灯などと同じような色に見えますけれど、意外とこれが大変歴史ある自然の色だったんですね。よし、帰ってきた。落ち着く、安心できる暖かい光だ。さすがにちょっと冷えましたね。もっと冷えるけど、これは必要だから。冷たいね。まあ、さっきのここの草履を使わせてもらったんですけど、多分ここに脱ぎ散らかしていった方がいいやつは、まあ、普通に脱ぎますけど、こんぐらいで使用済みだって分かるよね。よし、ここがね、床暖房なんですよ。あったかい。そのまんまの勢いでこれを履いて進んでいけばいいと。全てが一体的だよな。自動車コーナーがあるな。
いやでも自動書ってわけでもないな。新欄とか、ね、絶対自動書読まないですもんね。写真俳句とか懐かしい。コント脇だ。国鉄特急みたいに出るけど、明らか東京駅か大阪駅だろみたいな。このロビーのソファーがまたすごいふかふかでいいですね。どっかりとこれに座って厚着もしてますからね。体が全部包まれてる感じ。それで何してるかって絵本読んでるんですけど、超どうでもいい話なんですけど、この本書いた人うちの大学と同じ大学の出身だったの。それ知らなかった。僕絵本ならいろいろ読みましたけど、これゴミ太郎先生の本もすごいタイトルだよな、今思い返すと。というふうにですね、ここだけでも結構時間潰せそうです。なかなか楽しいコーナーだ。お部屋に帰ろう。あそこで絵本とか読んでる間に本当に寒かったんで風呂入ろうと思ったんですけど、すっかり温まってしまった。別にだったら入る必要ないですよね。コンビニでこれも買ってきました。ヒダミルクプリン、安かったですよ。100円しなかったですもんね。これですね。おお、なんか盛り返したな。表面がちょっと流動的になってましたけど、100円足すごい柔らかいな。ヨーグルトみたいな味がするな。プリンつうかヨーグルトつうかゼリーみたいな感じだ。現実的な話をさせていただくと、高山っていうのはインバウンドの需要、インバウンドってわかります？外国人観光客のことですね。外国人観光客の需要がすごく大きいところなので、多分ね、こういう洋室の需要がかなり高いんですよね。日本に来たんだから和室体験したいだろうってね、予想される方もいると思うんですけど、いやいや意外とそれがそうでもなくてですね、海外の方もさすがにもう和室床に寝るのは辛いというふうな方も多いそうでして、実はベッドの方がやっぱり好みらしいんですね。まあ確かに私たちもね、外国に行って日本食食べたくなりますから、外国の方の気持ちもそういうところから想像できるのかなと思いますが、だからここで和室で畳のところにそのまんま布団敷いて寝たいという人もいれば、ちょっと今日はこっちのベッドの方がいいなという方もいると思いまして、両方ともね使えるこのジュニアスイートという形はそういった海外の方にもねすごく親切な作りなんじゃないかなと思いますよ。で、私が今回布団敷きはいいですと言ったのは、まあやっぱなんか敷かせるの悪いじゃないですか、めんどくさいだろうしねっていうんでちょっと遠慮しちゃってるのもあるんですけど、このベッドがまたねちょっとそれでもね低めなんですよ。それでなんつうのかな、こう和モダンって軽々しく言わない方がいいかもしれないですけど、和風な感じのベッドルームになってまして、あ、これいいなと思って、なんか抹茶みたいな色してますよね。なかなか体験できないなと思ってこの部屋にしたんです。これめちゃめちゃ落ち着くな、今更ですけど、すごいいいですよ。よーし、じゃあね寝ますよ。こんなのまでできちゃうんだからな、こっちもできんだろうな。照明はこれだな。あとはこれか。すごいいい雰囲気だね。グランクラスみたいなライトもある。これほっとけばセンサーで自動で消してくれるやつです。あ、いい感じだ。これで寝よう。あ、お風呂の明かりが漏れてくる。すごくいいな、この雰囲気。実際にはもっと暗く見えますよ。ちょっと明るさ変えてみますか。こんぐらい。ぐっすり寝させていただきます。よし。ああ。広いベッドだ。本当に広いな。これ一応横とは別なんですよね。うん、別だけどぴったりくっついてるね。もったいないな、こんなに広いベッド。よし。皆さんはぜひね、2人で泊まってください。まあ、2人とか4人とかで泊まってください。じゃあ、おやすみなさい。はい、おはようございます。ここからの景色を皆さんにまだご覧に入れていなかったと思いますが、こっちを見るとね、高山陣屋があるんですけども、この陣屋の目の前で、白いのがいくつか並んでいるようですが、これですね、高山名物の朝市です。朝の8時から始まって結構長くやってるようです。やっぱ観光客を意識するとね、あんまり早朝とかにやってもしょうがないってのはあるんだろうなと思うんですけども、こういうのもですね、ありますので、今から朝ごはんを食べて、そして見に行ってみようと思います。ご飯の会場の雰囲気、すごくいいところだから、このモコモコを着て、
この格好で行こう。普通に浴衣で行ってもいいと思うんですけどね、こんなにいいところだとね、ちょっとこれぐらいの格好した方がいいのかな。まあちぐはぐすぎるかもしれませんが、朝ごはんはですね、ほうば味噌だ。こうするんですね。はい、麺だけね、生だから。ほうば味噌っていうのは高山の名物で、これがほうの葉なんですね。ほう、はい、の葉の上でお味噌を焼いて食べた、いろり端でね、昔。昔はご飯が冷たいでしょ。だから本当に冬場なんか冷たいものしかないので、味噌をいろり端で焼いたり、漬物も焼いたりして、まあ多少ご飯の上に乗せるとあったかいのでこうやって食べたという。あ、そういった言われがあるんですか。はい、ですから高山の本当に食の工夫ですよね。ああ、そうですね、はい、ほうば味噌は絶対出るよなと思ったんですけど、昨日の夕飯になかったんで、あ、これは朝食なんだな、実際その通りでした。だからこちらはですね、ネバネバ丼で納豆、とろろ、それからこれはね、なんだっけ、オクラかとかメカブとかですね、なめこ、こういうのを全部ここで混ぜて、でご飯にのっけて食べるそうです。こういう食べ方の指南書がやっぱりありますので、きちんとこれを見て、これはおかみさんの手書きなのかな、昨日はそうだったそうですよ。でここにね、3種類のジュースが、お目覚めのジュースです。懐かしい、なんか飛行機に乗った時も国際線ですのもらいましたね。これは本当は1種類この中から選ぶんですけども、これ美味しい、なんかどれも素敵ですねって言ったらね、特別かどうかわかんないですけど全部いただきました。飛騨地方はリンゴの産地だそうです。うん、森の味がするわ。まあ森で作ってないかもしれないですけど、そこら辺の平地で作ってる可能性結構高いと思うんですけど、なんなら森でリンゴ作ってるの一回見たことないですけどね。これはね、飛騨牛乳、難しいですね、金がなさすぎて。もう、ね、この話したと思うんですけど、飛騨に最初に来た時もう金がないから牛乳しか買えなかった。美味しいですね。まあ僕はね、牛乳の味の違いは分かんないですけど、この飛騨の人たちは牛乳がなんかうますぎて、都会に出ていくと、なんか大学とかに行くとね、そこら辺で売ってる牛乳がなんか癖があったりまずかったりで、なんか飲めないらしいですよ。これなんかここの宿で作ってるトマトです。すっごい濃いな、トマト食べてみたいな。でも美味しい食べる順番があるらしいんですよ。でそれによると、まずはこれを全部混ぜて、これをよいしょ、このままご飯にのっければいいんだ。僕が10年ぐらい食べてないようなものばっかりのってるかな。どんな味がするのかな、どうやって食べればいいのかも実はね、こういうネバネバするものほぼ食べないんだよ。うん、味は結構だ。でもやっぱ醤油かけた方が美味しいですね。続いて、ほうば味噌ですね。さっきの説明の通りなんですけど、このほうばっていうのはね、僕もうちにあるんですけど、これはこれ自体は特に匂いとかはするもんじゃないんだな、多分。いや、しますね、するけど、やっぱこの味噌の独特な香りに関係してるのかな。とにかくうまいや。僕はね、温泉卵の定義には厳しいんですけど、あ、これはまぐうことなき温泉卵だ。内側の方が硬い卵こそが正しい温泉卵ですからね。よし、朝ごはんをいただいたら、ちょっとじゃあ散歩に行きましょうね。やっぱ朝の景色を見なきゃな。ご飯の量がちょうどよくて、それが一番だったわ。あんまりなんかいっぱいあってもね、悪い気分になるだけですから、悪い気分で申し訳ないなって意味ね。昨日写真撮りに来たところですが、やっぱ朝も素晴らしいな。そりゃそうですよね。す
少なくともこうやって見ている限りでは江戸時代の町並みと見分けがつかないですね。そして今交差点の右手のところからここへ出てきて、観光の通りから現在の高山のメインストリートに来ました。ここはセブンイレブンとか居酒屋とかあって、普通に街の大通りです。現在ですね、まあ、10分ほど歩いてここら辺からこう散歩してきたんですけども、まだまだこんなにあってですね、すごい量だよな。こんなに昔の街並みがずらっと残ってるとかないですよ。ここでもまた鯉の泳ぐ宮川沿いでも朝市をやっています。昔旅行業務取扱管理者って試験の勉強した時にやりましたね。宮川と高山陣屋の前の朝市、これが高山の名物ですというふうに資格の勉強でもねさせられるぐらいなんで、もうこれが高山のシンボルですよ。観光客向けの民芸品を売っている店と、完全に地元向けに野菜白菜などをそのまま売っているところと、まあ、それからその中間としてどっちでも買うような漬物など売っている店と、大体この3種類あるようです。宮川にも降りてみようと思います。よし、もうちょっと早ければこれが全部鮮やかな色だったんだな。押し葉掃きがされてますけど、全部綺麗なもみじじゃないですか。ここもすごいですね。こんなところに鯉がたっぷり泳いでるわ。こいつらは別になんかあれかな、引っ越したりとか多分しないんでしょうね。人間様が近寄ってきたら若干距離を詰めてきましたよ。朝市で鯉の餌も売ってました。買ってやりゃよかったかな。みんなもらい慣れてますね。でも魚でもこんなに水の、結構僕高いところにいるんですけど、こんな上まで見えるんですね。だいぶ宿からも離れたところに来まして、高山の駅からも離れているので、この辺りまで来る観光客は少ないそうですが、まだまだ景色の素晴らしいところはいっぱいあります。だからこれはね、高山の人たちが、大火で燃えてしまった後にもまたこの美しい街並みを維持していこうということで、もう本当明治の最初のぐらいに統一的に建ててですね、でずっとその地元の人たちの努力で維持されてきたものなんだそうです。高山の街の建物ってね、なんかどれも茶色というよりも黒っぽいんですけども、これもなんか理由があるらしくて、江戸時代は木材で使っちゃいけないものが結構あったらしいんですが、まあ、実際には使っちゃいけないものも使って建てていたらしいんですね。でそれでこれはもうその使っちゃいけないものじゃないですよと、もうカモフラージュをするためにあえて表面にちょっと黒っぽくですね加工をしてこのような色になっているそうです。個人宅で重要文化財はすごい、なかなかならないですよ重要文化財は。こういう古い家屋の専門家の人はね、この住宅が日本で一番素晴らしい住宅であると、そういう風に評価する人もすごく多いそうです。燃えたりしたら大変なことですからね。この消火栓も敷地の中に設置されています。すごいな。そんでもあっちも重要文化財だと思ったらこっちもそうだ。高山のすごいところは道一本だけが昔の街並みを残しているというんじゃなくて、街全体がそうなところです。こういう風に道を回っても昔の人たちは何も明文化された決まりがあったわけではないけれど、自然と家の高さをだいたい同じにして町全体でこの景観を維持してきたそうです。さてそれでお世話になっているこの平野屋さんには別館がありまして、でこの別館の露天風呂がなんか僕がネットで調べたら素晴らしいらしいんですよ。男性用の風呂が、ちょっとすいませんこれ見せていただけますかって言ったらね、もう入浴時間終わったら全然見られるということを教えていただいたんで、今から撮らせていただきます。よし、どうなってんのかな。ああこれだな。いや素晴らしい展望台じゃないですか。普通にもうこれは宮川を上から見下ろして高山駅はあっちの方ですかね。昔の町はこの辺りですね。上はやっぱり腐食を抑えるためなのかな。上から見ると結構近代的に見えるもんです。いやこれはね、僕から頼んで見せてくださいって言ったんですけど、見せてもらってよかったですわ。まあ、高い建物がないところで数少ない高層建築ですから。あ、温泉の待合所が素晴らしいじゃないですか。またこれ高山陣屋一望できます。こんなにでかい施設なんですね。朝市は終わりかけ、いやそんなことないな、まだ普通にやってるな。へえ、あれが高山駅で、その奥になんか大きな宗教施設みたいなのがありますね。さらにその彼方に見えてるあの白い雪の積もった山は何でしょうか。調べたところ多分なんですが、岐阜県と石川県の県境にあります白山だと思われます。多分ね、岐阜県と石川県ってそもそも隣り合ってたんですね。
それ知らなかった。こういうレア研究面白いですね。いろいろね、また行ってみたいなと思うんですけど、大体そういうレアな研究はもうその登山しなきゃいけなかったりとか過酷だからな。あ、なるほど、地域共通クーポンが余ってると思ったら肉を買ってうちに送るとかできるわけか。ちょっと今余ってますからね、そうしようかな。展望台から景色を見ていたらさっきよりもがぜん天気が良くなってきたことに気づきました。だからもう一遍だけ古い街並みを見に行きました。やっぱね、こういうちょっと暗めの日本的な観光地はよく晴れてる日がいいです。曇りでもダメですね。晴れている時だったら写真を撮るには一番ですよ。観光はもう本当に天気に左右されますから、今の時期からしばらく秋冬は本当に素晴らしい観光のシーズンですね。よし、じゃあ帰ろうと思ってですね、部屋のところも全部出てきて戻ってきたところだったんですが、何やらうろうろしよう。これはあれだな、お掃除ロボットだな。ルンバ以外にもあるんですね。ソフトバンクのやつだ。おお、ちゃんと避けてくれました。やっぱバカじゃないんだね。こういうのが動き回ってるのは初めて見たわ。一回高輪ゲートウェイで見たかな。それと2回目かもしれないですね。いや、センチュリーはやっぱ快適だ。それはそうですよね。あれが快適じゃなかったらどんな車も快適じゃないですもんね。さて帰りなんですが、僕来た道戻るってのはね絶対やりたくないんですよ。まあ絶対つってもやってますけど。はいはい。だから帰りは富山まで1200円でいいのか。意外と安かったな。まあ、ここは、ね、JR 東海なんで東海道新幹線から乗り換えていった方が近いような気がするんですけど、5年ぐらい前に北陸新幹線ができてからですね、実はあの北陸日本海側を回って東京まで帰っても時間が変わらないか、むしろそっちの方が早いぐらいになってるんですよね。だからすごいことだと思いますけれど、来た道を折り返すことなくそのまま、昨日一度通りましたね、平古川とかそっちの方に進みつつ、最後は日本海側富山から北陸新幹線に乗って東京へ帰ろうと思います。富山までの列車、特急ひだ号です。このひだ号の車両は素晴らしいから、いくら乗っていても飽きることはありません。長すぎるということはないわけです。これ7両で来て後ろ4両を切り落として前の3両が富山行きになるのかな。5分ぐらい遅れてきたらしい。遅れてるから JR の人も大急ぎで切り離してますよ。さっきセンチュリーを運転してくださった方に帰りがけに教えていただいたんですが、高山ってのはもうね日本海側になるそうです。まあ、川の向きを大体見ればいいんですけどね、この川が日本海方面に流れるか太平洋方面に流れるかで見ればいいんですが、昨日飛騨号でこっちへ来るときにはずっと飛騨川の渓谷こっちへ流れてるのを見てましたけれど、なるほど確かに、あの鯉が泳いでる川も全部向こうに流れてましたし、そこを流れている川も全部向こう側です。11時の特急乗れそうだなと思って、それでね速やかに出てきてしまったんで、おかみさんたちに挨拶をしないで来ちゃったけれど、もうちょっとお世話になった皆さんにお声掛けしてきた方が良かったかな。また行けばいいでしょう。ここ昨日も来ました古川の駅ですが、また昨日見ました新しい新型の特急、まだ一般のお客さんは全く乗せていないんですけれども、試運転と表示して駅の脇に止まっています。毎日試運転の連続です。新しい特急も窓は随分大きそうなので、これから先も飛騨路の旅は安泰ですね。ここから先はもうスーパー秘境路線です。さっき言った高山、昨日訪れて今もう一度通り過ぎた飛騨古川、これらはまあ地図で見ると結構な街ですけれど、ここから先の道はこのような未開の地の中を富山の街まで抜けていかなければいけません。
流れておりますこの川は宮川です。さっき私が朝市を見に行った時に脇を流れていたこの川です。結構急峻な険しい地形の割には流れは私には穏やかに見えます。これから先もしばらく平川とともに日本海まで山を下っていく旅を共にします。すごい道だな。さっき私が朝市を見ていたところで流れていた水にももうそろそろ追いつくことができるかもしれません。ほんと飛騨路は目的地も素晴らしいですがそこまでの往来も素晴らしいので本当にいいところだと思いますわ。なんていうんですかね、あのお弁当箱のその箱まで全部食える美味しいお弁当を食べているような気分です。正直見た目には全然わからないんですけれども列車は今岐阜県から富山県に移ったようです。そして JR 東海としての終点猪谷の駅に着きました。県が変わってここで管轄の会社も変わるんですね。川の名前もまた変わりました。他の川と合流しまして僕から先は有名な神通川になります。あんまりいい例じゃないですけど痛い病で有名ですよね。猪谷の駅を出てから20分ぐらい走るとようやく土地が開けてきてもう人をも寄せ付けないような秘境という雰囲気ではなくなりました。工場などもたくさん建っています。多分あっちに昔は鉄道が伸びてたんだろうな。線路を剥がした跡がありました。ただ帰るだけでこんな景色眺められるんだからこんな素晴らしいことないわ。絶対行きと帰りは違う道にすべきだと思うな。ちなみに今回の切符ですけどこのような形をしてまして東京発東京行き名古屋高山富山経由ということになっています。こういうの買えるんですよ。でそれで途中のところであの途中下車っていうのができますからそれで各駅に降りながらですね、最終的に、ずっと行きだけの片道のルートで東京にぐるりと戻ってくるということになります。ありがとうございました。そしていよいよ神通川を渡ります。右側です。さっき朝市のところにいた水はとっくに追い越されてしまったでしょう。いやー楽しかった。移動時間をいかに楽しく過ごすかですよ。退屈な同じ道を帰るだけの移動と新鮮な行きとは違うルートでの移動とそれの体験が違えばね、移動はもはや移動ではなく一つの観光になりますから。あとは新幹線に乗り換えてまっすぐ帰ってしまうだけだとしても迎えてもらうのは嬉しいもんです。地図が貼ってあります。到着した富山までのですね道のりですがこの高山からずっとこの渓谷に沿ってうんね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 ずっとこう曲がってくねくねしてですね、そしてようやく今富山の町に着いたところです。地域共通クーポンは駅ビルで使おうかと思いましたが混んでいたのでやめました。こんなに大きな町なんですから他にもいろいろあります。お寿司屋さんがありました。今ランチタイムです。980円か。これ6個食べられるわ。もう帰りの新幹線に乗ってしまったら全部紙くずとなってしまう地域共通クーポンですから余すことなくなるべく使おうと思ってですね4000円ぐらい、いいものを食べてきました。まず特上のランチを食べたんですけども、こんな感じで綺麗なお皿に乗せてですね、甘エビはトリプルで乗ってました。おおこれはすごいな。でそれから白エビ、富山といえばやはり白エビですが、白エビもねあんまたくさんはいらないんだけどちょっとは食べたいなと思っていいぐらいの量で持ってきてくれました。やっぱり、新鮮さがあってね美味しかったですね。それから他にはですね、ブリ、これは別注で普通に自分で回ってるっていうか普通に握ってもらったんですけども、ブリも2種類ありましてつい先日数日前に、富山県名物の寒ブリがいよいよ発売開始といいますか、寒ブリの時期になったという宣言が出されまして、美味しい脂がちょっと乗ったですね、しかしあまりくどくもない寒ブリと、それから何つったかな忘れたんですけどこの左側に映ってるやつなんですがふくらぎっていうやつかな、40センチから60センチぐらいの若いブリが左側、こっちの方が安かったです。で70センチを超えるとなんかブリになるということなんですね。右側は普通にブリです。あとはあら汁も頼みましたけどあら汁もブリが入ってるみたいでしたね。すごい美味しかったですよ。あとは最後に言っておくとねこれたまたま入った店なんですが JR 西日本の観光列車、ベルモンターニュエメールという列車があるんですけども、その列車のですね、車内でお寿司握って出してくれるんですがそれでやってるお店だそうです。知らなかった。まさかここがやってたとはね。店の外にもね氷見の寒ブリ、これがまさに富山県のこの時期の名物なわけですがまさに仕入れてきましたよと外にですねその印が置かれています。指定席の方が乗ってんのかなもしかして。
駅の人に指定席の切符で自由席に乗っていいですかって聞いたらいいですよって言われたんで自由席の方乗ろうと思います。本当にもうここから見る立山の素晴らしいこと。しかし新幹線も大きく左へカーブします。さすがに高い技術力を持ってしても北アルプスの下を貫くようなことはできません。いやできるかもしれないけどそこまでしなくてもっていうのもあるでしょうね。行きに富士山を見て帰りに立山連峰を見てこれで帰るなんて幸せなことありませんよ。右にカーブをするこの辺りが一番よく見えるところです。指定席が混んでてうんぬんみたいなアナウンスを車掌さんがずっとさっきからやってるんですが自由席はもうねなんか全然乗ってないガラガラだ。これはいいわ。黒部宇奈月温泉の駅を出まして黒部川の今ちょうど渡ったところですがこの谷ですね深い谷これをずっと遡っていきますと黒四ダム黒部川第四発電所それから黒部ダムあります立派な黒部の谷に至るということになります。工事をするのが相当大変だったそうです。黒部ダム関連については私の動画でこれまで何度も紹介しております。北陸新幹線は見えさえすれば山の綺麗な路線です。今度こっちは信州の北信州の有名な山々で、多分このとんがっているのが妙高山。スキーがもうそろそろできそうですね。もうできるかな。他にも飯綱山や黒姫山などが連なっております。いいですねこの連続的な光景。長野はあっちなんですけどね。ちょっと新幹線も少しこうぐるっと遠回りするような形で長野に行く。坂道が険しいからですかね。まああとこっちが今見てもらったように山ばっかだからそれで行きたくないのかな。自由席いいな。指定席はもう窓側まで全部埋まってるって聞いてたんですけど全然もう乗ってなくて長野からね本当はこの後走るゆっくり走る浅間号に乗り換えようと思ってたんですがそれも必要なさそうです。このまま行っちゃおうか。今長野駅も過ぎてどんどん東京へ向かっているところです。まあ割と早く着きます。ずっと座っているだけで着くから楽でいいんですけれどもしかしやっぱりね今回のルートは改めて考えてもすごい遠回りだなと思わされます。東京から高山へ行くのに行きは東海道で名古屋までそしてそこから高山線でずっと登って高山で帰りはこの高山からもうちょっと北上して富山へ富山からは北陸本線をぐるっとこう回って今長野でさらに長野からまた引き続きずっとこうですねぐるぐる回って群馬県などを通って最後は東京へ向かうということなんですがこの高山から長野まで今度はぐるっと回ってるこれ近いこれ直線距離だったらこれなのにここからこういう風にカタカナのコみたいな大回りをしているこれは何かというと要するにここの飛騨山脈北アルプスそれから中央アルプスなどがあまりにも険しいので反対側に抜けることが容易ではないということです。一応バスでねこの飛騨山脈のこの脇のところああ野麦峠とかそういうところですね越えて松本に抜けるというルートはあります。ただ本数も随分少ないようでまあこれだったら新幹線で入った方が早いかなまあそんな感じなんですよね。まあともかくこれだけ地形の険しい交通の大変なところなんだということを実感しながら帰るのもいいでしょう。軽井沢駅に着いたんで一旦外へ出てきましたけどいやー涼しいですね。ちょっとずっと新幹線の中に入ってると暑いですからちょっとだけ出てみようと思ったんですがすぐに乗った方がいいでしょう。今回の旅行で都道府県いくつ通りましたかね。東京、神奈川、静岡、愛知、岐阜、富山、長野そんなあと群馬、埼玉かぐるっと回ってくるからいろんなところ、いろんな地形、いろんな気候を味わえて楽しいですよ。これねあ軽井沢は涼しいなぐらいそれだけでも十分観光だと思いますわ。本当にドアが閉まります。さすがに暗くなるしそろそろ新幹線も途中の駅を飛ばしていきますんであとはもう東京までおとなしくしていますかね。今回の旅行も面白かった。